ゼニツァは、ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する構成体の、内ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦のゼニツァ・ドボイ県の都市、及び基礎自治体である。ゼニツァ・ドボイ県の県都で、サラエボの北 70km に位置し、ボスナ川下藩の都市で、周囲は山や丘陵地に囲まれている。現代のゼニツァ市街は新石器時代、イリュリアの古い町、ローマ時代のムニキピウムである。 ビストアノバ、ビジュアノバなど古くの時代にまで遡ることができる。中でも重要な発見は2世紀から5世紀にかけての初期キリスト教の2つの聖堂である。中世、ゼニツァはボスニア王国の領域であった。現在の地名であるゼニツァは1436年3月20日、最初にラグーサ共和国に関連した文書に残されている。 1436年から1838年までオスマン帝国の支配下にあり、交易路の整備とともに街の機能は改められていった。ゼニツは小さな街で、モスクやマドラサ、諸島学校、庭園、宿場などが整備されている。1697年のある記録によれば、ナイル川デルタのようなメロンが成長する、とても美しい景色とされていた。当時、 ゼニツの人口は2000人でそのほとんどが、ボシュニャク人であった。1697年以後のオイゲンフォンザボイエンの襲撃は、ゼニツに暗い時代を記した。19世紀以後、オーストリア・ハンガリー帝国の支配下となると投資が、行われ社会インフラの整備が進められた。1879年に鉄道が、ボサンスキブロドとの間に開通し、1880年には、炭鉱が、 1885年には製紙工場、1892年に製鉄所がそれぞれ完成している。これらの開発投資により、1886年以後都市開発が進んでいった。聖教会は1882年に建てられている。1903年にはシナゴーグ1910年にはカトリック教会が2カ所建てられている。この時期、 都市開発の進展に伴って、地域人口は数年間で7215人まで増加した。モーテルやホテル、上下水道や道路などのインフラなどの整備も進展していった。第二次世界大戦中の1942年に、ムスリムの民兵が形成され、パルチザン運動が盛り上がるが、その後様々な問題を残すことにもなった。戦後、 1945年鉄工業の発展によって町は急成長していく。労働者のための住宅が増加し、人口は急増した。1948年時点で1万2000人であった。人口は1961年には2倍以上の3万人に増加し、1981年には6万3000人へと増加している。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争前の最後の 国勢調査である1991年時点での人口は96,027人であった。50年間でゼニツァは人口が6倍にも増加した。紛争前年の1991年に東ヨーロッパの国では最初の独立系民放ラジオ局ラジオ CD 宣布が設立された。紛争時他の地域からは多数の母主役人が流入し、セルビア人は セルビア人支配地域に移っていき人口構成は変化している。今日、ゼニツでは戦前の経済状態を取り戻すべく試みが行われている。南、中央ヨーロッパでは最大級の製鉄所は現在民営化され、世界最大の鉄鋼メーカーアルセロールミッタルの傘下に入っている。2005年現在、 ゼニサ自治体の民族構成は、募集役人が85%、クロアチア人が8%、セルビア人が5%である。ありがとうございます。